次はね、立ち5段跳びということで、はい、僕、立ち3段はちょっと練習したことあるんですけど、うん、なんか前動画でやってたよね。そうそうです、うん、一回、アスリートの方と対決で一回やらせてもらってるんですけど、うん、勝ってなかった？いや、ギリギリ負けましたね。ギリギリ負けた、はい、陸上選手と戦ってギリ陸上選手やった。それでギリ負けた。ギリですね。やべえな。まず、うん、一般人がどれぐらいなのかっていうのをまず基準として見てもらいたいんで、ね、確かに斉藤君ちょっと一回斉藤君行ってみる。気圧がすごいですもん、今緊張すぎて。斉藤君一般人以下だけど。どうしたの？ちょっと大股で歩いた。ちょっと大股で歩いただけ。ここだったね。9メートル。9メートル5。5歩目が。9メートル5。9メートル5。まあでも大股歩きにしてはいい。確かに。走り。じゃあ行きますわ。はい。13メーター31。なるほど、まだいけそうだな。でもいや強い。13メーターでも一般人よりは飛んでますね多分。じゃいや一般人ここまで来ないです。間違いない。間違いない。来ない。13だっけ今。14メーター50。やばい。14メーター50。回より1メートルも飛んでます。1メートルって相当だよ。まあでもまだまだよ。俺現役時代俺16メーター80ぐらい飛んでる。やべえやべえ。いきますよ。行こうか。今6個だから NG で。今16メーターぐらいしたから結構多かったな。カイ君早く見過ごすとこだったから。よし行きます。はい。1、2、3、4、5。ダメ。ここ変わんねえかな。13メーター40ね。あら、じゃあ13メーター40ね。疲労がきましたねちょっと。いや難しいなこれ。今やっぱ手が合ってなかった。分かった自分で。ああ、惨敗です。あざっす。